デソラシオン島は、南アメリカ最南部、ティエラデルフエゴにある、チリ領の無人島。マゼラン海峡の西端に位置し、島の北西端は、ピラール岬と呼ばれる。島の西方30キロメートルには、エヴァンヘリスタス諸島と呼ばれる4つの岩がある。マガジャネスイデラアンタルティカチレーナ州のマガジャネス県、プンタアレーナス市に属する。山がちで厳しい自然環境や、資源の乏しさから、 カウェスカル人がごくたまに訪れるだけであった。カウェスカル人は白人入植者の活動によって19世紀半カバにほぼ絶滅した。1670年、イギリス海軍の司令官、ジョン・ナーボローがこの地を訪れ、南の荒廃の地と呼んだ。このことについて、19世紀の地理の上院議員、フランシスコ・アステーバーワガは,がは著書。 ディヒシショナーリオジオグラフィコデラリピブリカデチリにおいてデソラシオンはサンタイネス島の西部のことだと指摘した。20世紀初頭まではこの付近の探索が十分でなかったためデソラシオンがサンタイネス島と別の島であることは確認されていなかった。1827年2月イギリス海軍の司令官プリングル・ストークスはビーグル号を率いてデソラシオン島の調査を実施し 島の北端かつ、マゼラン海峡の西口の南側である、ピラール岬の位置を確定させた。この調査の間、ストークスは、プエルト・ミザリー・コーディアにおいて何組かの笛ゴ島民と接触した。その後、1829年12月、ロバート・フィッツ・ロイ司令官は、ビーグル号の二度目の航海を引き、デソラシオン島の南岸における偵察と水路調査を実施した。 彼はディスロケーション1とバリスター1、そしてグラベス島やレカラダ島、ウィーク島の周辺にある水路や湾に上陸した。彼はアトウェイワンとマゼラン海峡を結ぶ2つの水路を視認したが、時間がなかったため探索はしなかった。また、彼はグラベス島とレカラダ島でカウェスカル人と接触した。ティエラデルフエゴは太平洋と大西洋を結ぶマゼラン海峡の 南側と東側に伸びている。そこには、大小無数の島があり、運河や異例による複雑なネットワークを形成している。海峡の分布に基づき、確実的に以下の3つの地域に分けられる。デソラシオン島はその中で、マグダレーの海峡とコバン海峡より、西となる、脳の島に属する。ティエラデルフエゴの地形は、急峻な山岳及び、島所地帯。 そしてなだらかなパンパ地帯の二つに分けられる。笛語島の南部三分の一とマゼラン海峡以南のすべての島が全社で、それ以外が後社である。デソラシオン島は全社に属する。島の最高峰は標高1097メートル、または1128メートルのハート大工山で非常に急な地形である。画像中央のイスラ、ジャックイコールハケス島は、 デソラシオン島の一部分である。島の長さは71マイル。幅は最大20マイルで、おおむね西北西東南東の方向に伸びる。北はマゼラン海峡。東はサンタイネス島及びリセトレボル諸島を隔てるアブラ海峡。南と西は太平洋に面する。地形は急瞬で、不毛な丘の間には多数の池がある。 編成風から守られた谷間には多くの木が生えている。入り江では消火栓から真水が得られ、焚き木も豊富である。沿岸部は島の軸に対して垂直に切り立った入り江やホラー穴が多数あり、これらはかつてこの地を覆っていた大規模な氷河や氷原の痕跡である。島の北部には、プエルト・ミザリー・コーディア、チューズデーン、トゥルヒオワン、フェリックスワン、ワッツワースワン。 プエルトチャーカ、プエルトアップライトなどが、南部には、マタウラワン、プエルトロベラース、ディスロケーションワン、ラティチュードワン、アトエワンなどがある。デソラシオン等の北西端である、ピラール岬の座標は、この地を訪ねた数人が測定している。以下の表で、現代に測定された数値と比較する。54番が、ピラール岬、55番がデセアド岬。 北西のもう一つの岬はかつてエスピーリットサントと呼ばれていたが、イタリアの航海者アントニオ・ピガフェッタによるとフェルディナンド・マゼランがデセアド・岬と命名したという。デセアド・岬とピラール・岬は2マイル離れている。この地域では雨や曇りなどほぼ常に悪天候が続く。気候は海洋性で1年を通して同じくらいの気温である。風は主に西から ほとんど途切れることなく吹く。植物は野生のベリーや海藻の一種が見られる。動物は野生のガチョウやカモが生息している。海岸ではイガイカ、カサガイ、ウニなどが見られるほか、アシカ、カワウソ、イルカ、クジラなどが沿岸を訪れる。地質学的にもアメリカ大陸の南の続きとなっており、土壌の性質は第3期に属する。 フィッツロイによる1829年の調査の際、プエルトデセアドで見たような赤いハンが見つかった。また、2エーカーほどの白い砂地が草でまばらに覆われているのも見られた。アメリカ合衆国のダグラス・プレストンとリンカーン・チャイルドによる小説ザ・イス・リミットでは、地理の法温岬に近いデソラシオン自前の遠征について説明されている。 小説のペーパーバック版に描かれた地図には、東方のウォラストン島が間違ってデソラシオン島と記されているが、これについて著者は意図的であると述べた。ジェームズ・ミッチェナーの小説、ハワイでは、小船によるマゼラン海峡の通過の試みが描かれており、デソラシオン島の西の出口が航海の最も難しい場面であると述べられている。ハーマン・メルビルの小説、白芸では、 語り手のイシュマイルが、マサチューセッツ州ニューベッドフォードの礼拝堂にある、捕鯨家、ジョン・タルボットの名が刻まれた大理石の名板を思い起こす。タルボットは、パタゴニア沖、デソラシオン島の近くで、捕鯨家としての人生を終えた人物である。イギリスのパトリック・オブライアンの小説、ブルー・アット・ザ・ミゼンでは、イギリスの戦列艦が、平時の作戦として、チリとマゼライ海峡に派遣される。 アメリカのアニメーション番組、ジャッキー・チェン・アドベンチャーの第2シーズン第24話では、主人公のジャッキー・チェンが、アイ・オブ・オーロラを用いて、悪役、バネッサ・バロネを、デッソ・ラシオン島に転送し、そこは、チリの沖合にある小島で、地球で最も人里離れた場所の一つだと発言する。ありがとうございます。